半袖バンドは日本の競争馬。馬名は真冬でも半袖ユニフォームを着用するプロサッカー選手のハリとリュウジに由来する。主な勝ち倉は2010年共同通信杯。10月11日東京競馬のメイクデビュー芝1800メートルで初出走。2番人気で2着だった。続く11月1日の未勝利戦は1番人気も2着だった。 そして11月21日の未勝利戦で一番人気に応えて初勝利を飾った。初戦は1月5日のジュニアカップ。格上挑戦だったが、ここも一番人気に応えて2勝目を挙げた。そして、重賞初挑戦だった共同通信杯では、先頭の馬をマークする形で2番手につけ、最後の直線で先頭に立つと、猛追してきたダノンシャンティを鼻差しのぎ切り、 三勝目が重賞発制覇となった。陣営はトライアルは使わずそのままサ月賞へ直行した。サ月賞では道中先行したまま直線に向いたが、そこからほとんど伸びず前が塞がれる展開も重なり、18着の再開となった。続く五月三十日の第十七回東京優勝では、 スタートでつまずき中段後方から追走し、直線に入る時点ではすでに馬群から遅れる形となりそのまま16着に敗れた。1年ぶりのレースとなった6月12日のエプソムカップに出走したが先段追走も直線で失速し18着の再開と大敗した。初ダート戦となった7月2日の大沼ステークスでも12着に終わった。 7月7日付で競争馬登録を抹消され、引退。現在は、麻布大学で乗馬となっている。ありがとうございます。